るのか。はい、やってまいりました。ちょっとこっち見てもらおうか。これ一応書いておいたんだけど、3週目に目指すこととして、あの冥府の語り、なんかあの詩人がシナリオ進行度 100% になった時に、1週目2週目だったら、あのオールドキャッスルへの行き方を教えてくれるような感じだったんだけど、オールドキャッスルに関する話を聞かせてくれたんだけど、それをあの特殊なもの冥府の語りってやつにしたい。でそれをやるには比較的なんか調整が必要になってくるらしいから、その調整うまくできるといいなって思ってる今のとこ。まあ、後輩になってからでいいでしょうと思うから今は知らない、まだ知らないです。で術をね変えすぎると良くないってことだったから、冥府の語りを出すためにはあまり序盤に術を買わないようにしようかなって思ってる。で武器を鍛えてみたいんだけどやり方知らん。で不幸を呼ぶ女、1周目2周目でちょっと保留にしてたやつをやります。で俺たちは海賊です。前回できたこと書いてあるけど、とりあえずいろいろ初めてできたイベントがあって、配信でも見せてあるんだけど、他にもあのシフの固有装備っていうのを強い感じにできたんで、これはあのシフを1回回収することによっていただけるのか、それとも引き継いだ時にあの倉庫にすでに入っているのか。シフの印象薄いけどシフ編だったね、そういえば。そうそうなのよ、あのシフ編をやっておりました。そんであとはまあサルインがちょっとよくわかんないけど、なんかとにかく強くなっちゃってたみたいで残念です。残念ですっていうか、まあ倒せたんでよかったです。そんなところかな。仲間の裏切りによってそう。というわけで待ってね、消えないでくれ。そうニューゲームプラスで3週目やっていきたいです。このクリアデータを使っていきます。どっちでも一緒なんだけど、念のためあの2個並べて保存してあるやつです。追加要素ありで、今回はバーバラ編で行こうと思ってるのでバーバラ選びます。世界中を旅して回り、歌や踊りで生計を立てる旅芸人一座に属している。踊り子として普段の練習へ取り組み方も妥協を許さないプロフェッショナル。またこの世を生き抜く処世術もしっかりと身につけており、武芸のたしなみもあるということです。で引き継ぎなんだけど、あのちゃんとモンスターランク以外引き継いでいくんでお願いします。これでいいです。以下のアイテムは引き継ぐことはできません。そのサルイン、ボス、ラスボスを強化するための、強化するためのってわけじゃないんだけど、あの運命石、デスティニーストーンだね、それが回収されたりとか、まあ、ミイラも回収されたりとか、モンスターランクも引き継いでいくんでよろしくって言ってないかな選択した項目を引き継いでメンバーエントリーを開始しますか。はい。で、バーバラさんです。プレイヤー名、白飯さんです。で、今選べるのがこんな感じか。じゃ俺たちは海賊なので海賊でいきます。バーバラさんは海賊です。進行度。これどういうふうだっけ？下。ゆっくりは原作北米版。普通は原作日本版。早いは。まあ、これでいいかな。旅芸人。あ、海賊です。普通でいきますね。はい。またまたマルディアス。またまたマルディアス。ニューロード。
北バファル大陸の北端、いい曲、ノースポイントから遊園大陸の西の端ウエストエンドまで続く一本の道。詩人さんまだ一から語るのか。この道を多くの人々が行き来する。今金よこせみたいな、南エスタミルにいた族がいたぞ。この旅芸人の一行もこの道を北から南、あ、そうだ、馬車使えるんだ。どういう風なんだろう、ちょっと知らないんだよね。彼らは旅を続け、ようやくウエストエンドまでたどり着いた。長旅だっただろうな。え、とディスマウントしていいの、それともこのまま行っていいんですか。なんだこれは。どういうことだ。あ、バーバラいるやん、いるやん、いるやん、いるやん。ほら、全く姿勢を崩さずに。中の人かわいそう。降りたわ、降りました。ねえ、あなた、あ、早速あの義勇軍。この馬繋がれてないじゃん。義勇軍に声をかけないなんて全くの初心者よね。はい、よろしくお願いします。っていうか地図をよこせ。あ、持っていたわ。ごめんなさい。よろしくお願いします。いい返事ね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥よ。はい、それじゃ私たち義勇軍が冒険についていろいろ教えちゃうわ。何が知りたいの。これが今後大事になってくるからね。ん、義勇軍の話はなんでこんなに解放されているの。もともとこれだけ解放されてたの。久しぶりすぎてわからんよ。なんでこんなにたくさんあんの。待って、ほんとね、メニューメニューメニューが Y。 いや別に進んでないよね。エルマンがいる、もうすでに。しれっといたね。これ同行者です。よろしくお願いします。エルマンです。で、ちょっとセーブデータを作っておきましょう。まあ別にどこでもいいんだけど、姉さん、ここで行きますか。ここでウエストエンド、にぎわってるね。なんかフロンティアの奥地にはいくつかの開拓村があるの。北東の方に開拓村があるよ。ヤシ村って言うんだ。いいね、馬かわいそう。ヤシ開拓村の場所が明らかになった。フロンティアはまだまだ未開拓の世界だから、人々はチャンスを求めてやってくるのよ。で、各キャラクターによって地図を持ってたりするんだけど、いろんな行き先を明らかにするためにはいろんな仲間を加えた方がいいんだけど、いらっしゃいませ。確か一番マップを持ってるのがこの旅しまくってるバーバラなんだよね。いらっしゃいませ。あ、倉庫倉庫倉庫使う倉庫使う倉庫から出す。装備品、いろいろあるよね、あるよね、あるよね。よしよし。あ、どれが強いやつだったかわかんないや。レイピアは強い。ちょっと待ってね。まとめて押してくってどうやってやるんだっけ。 X か。金のロッド、グラマーリング、藤娘、バトルスタッフ、エスピオナージュは確かすごく弱いんだけど、なんか売ろうとしたら高いお金で売れそうだったんだけど、貴重品かもしんないからやめとこうってことでちょっとやめたんだよね。で、あ、これは
前回の記憶でアルベルトが装備してたやつだ。でガード系もちょっと出しながら、あ、ガーラル、あ、来た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 、この辺のちょっとサルーイン戦でお世話になった者たち、あ、竜の目あるじゃん、竜の目シフ回収しなくてもありました。でこれはアイシャが装備してたやつかな、ロブオーメンは。ガーラルソード、とりあえず今の引き出せるだけ引き出しておくわ一回。あ、これもアイシャだね、エスパーダロペラシートメシ。愛と魅力がアップ、スマートヘルム、リジットレザー、ドミナント、うん、この辺ですね。でこのフランシスカって書いてあるやつの横というか、スマートヘルム、リジットレザー、ドミナントグラブ、フランシスカがそうなってると思うんだけど、武器のアイコンが四角で囲われてるんだよね。でこれはちょっと改造したんだよ、改造した印になってて、で逆にこのガーディアンリングはまあもともとできないんだけど、グラディウスとかエスパーダロペラとかっていうのは何もされてない状態なのね。でこの四角い枠の武器かながね、20分の16ってなってんだけど、あ、これもそう、宿屋で休んでも治らなくって、どうやって復活させたらいいのかが未だ分かっておりません。耐久値なんだけど、この耐久値の回復方法がちょっと分かっておらん状態になっておる。で藤娘2個あるね。このゲームは別に死んでもロストしないので、比較的いろいろ引き出しておこうかなと思います。こんなもんでいいかな。アクセサリー全然出してないね、そういえば。サンゴの指輪、これクローディアが装備してたやつ奪ってきたのかな、そのまま。よし、取り出しました。であとこの辺の石系のアイコンのやつが多分装備品の強化に使うんだけど、わからないから一部は売ったけど少し残してこうやって引き継いでるって感じかな。で少し残して、大量にあるじゃん。で草がね、草ないっすか、ほとんど拾えなかった草。あ、ここにはないんや。草一個も持ってなかったっけ。あ、あるあるある。あのね、この草をねなるべく集めたいんだけど、草を集めるとあのさ煙玉袋いっぱい作れてさ、戦闘から逃げられるのね。で、いろんなイベントを大量にやってこうと思うと、めっちゃ序盤逃げなきゃいけなくって、だからこそ、煙玉袋を大量に、ただ、煙玉袋を作る場所がなくないですか。補強した武器じゃないと回復できないらしい。補強した武器じゃないと回復できない。宿屋さんでは補強してない武器が回復できるんだよね。で回復させるためには、あ、改造の時に使ったやつをまんま使えば補強、回復、あれか、その耐久値が戻るのか。あ、ここ海賊できないんですね。マップアビリティだけちょっと覚え、全然いいのないな。ここは全然いいのがないので、ちょっとマップアビリティは無視しようか。あ、ここ作れるんじゃない？何かを探し？作れない。雑貨、開拓魂。
口には得体の知れないモンスターも多いそうだ。近づきたくないね。最初の街で突然悪口言うじゃん。近づきたくない。いらっしゃいませ。ここは体術か。バーバラさん体術もすごく良さげなんだよな確か。知人。姉さん踊り子だろ。一つ踊ってみせてくれないか。え、あ、まさかこれがイベントの発端だったなんて。家海賊です。そうだった。踊り子じゃないんだった。踊ってます。今海賊がこういう曲調好きだな。いや素晴らしい。私の感動をあなたに伝えたい。もちろん今持ち合わせ。突然テンポ速くなってほしい。わかる。あ、そうだ。代わりにこのアメジストの首飾り。あ、そういう経緯だったんだ。いいのかい？こんなものをもらっちゃって。いや、いいんですよ。こちらもその方が都合が。都合が？でもありません。ぜひ受け取ってください。じゃあ、ありがたくいただいておくよ。アメジストゲット。押し付けたなこいつ。そうなんだよ。あのさ、バーバラって仲間に加えると最初からアメジスト装備してんだよね。でこいつだけなんでディスティニストもなんか手先か何かなのかなってちょっと思ったんだけど。こいつは曰くつきのものかもね。超曰くついてるよ。踊ってみせた報酬としてはいいものすぎる感じ。ちゃんとセーブをしていくからね。大体なんで詩人が持ってたの？っていうかどこ行った？この地方にはあちこちにモンスターの住処があるんだ。あんまりモンスターの住処を荒らしていると今にひどい目に遭うぜ。そうなの？なんかいる。私の魔術が必要なら手を出してやらんでもないぞ。なんかいた。プレイヤーノート、プレイヤーノート。まだ仲間にしてないやつが、ヴァルハル族戦士の下。ヴァルハル族戦士と戦士の間がないね。で、これは、あ、っていうか、兵士 A の下。ヴァルハル族戦士の下は絶対にあの、なんていうか顔なしだとちょっと無双っぽくなっちゃうな。あのね、名前がないやつら、主要じゃないやつらなんだよね。バファル帝国兵の下もそうなんじゃない？ひょっとしたら。せめてモブって言ってあげよう。モブだね。だからひょっとしたら2、3人、少なくとも2人、多いと3人ほど、まだあの、拾っていない、このモブが、おると。で、そのモブさんが、こちらになっていて、大したものを持ってないので、そのまま外そうかなと。詩人がいなくて外せん。詩人、ほんとどこ？どうしちゃったの？なんでいないの？立ち去っちゃった。じゃあここはもう詩人は逃げた。もう行くしかないのか。これ乗ればいいんだよね。ワールドマップ出るよ。ああ行けるわ。ニューロードは普通に通るだけの道。ヤシ開拓村にちょっと行きますか。どの道ちょっとあのすぐに消えちゃうイベントやらないといけないから、ここで隣の村行くわ。
馬はいなかった、もう馬。ねえあなた、あなたは冒険初心者ね。固まったかと思った。義勇軍に声をかけないなんて全くの初心者よね。あ、馬車を見かけなかった。世界中にいる義勇軍の情報によると、ウエストエンドにいるよ。どう、すごいでしょ。義勇軍はグローバルコミュニケーションネットワークで結ばれているんだよ。そっか、今いないんだ。いつも義勇軍光ってたっけ。義勇軍はね、どうだろう、ここにニューがついてるからかな。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥よ。それじゃ、このニュー消してみよう。義勇軍が冒険についていろいろ教えちゃうわ。何が知りたいの？依頼や噂、ワールドマップを潰すとニューがなくなるかな。あ、光ってます。この頃一段とモンスターが増えたよ。困るね。困るね。お、なんだっけ、何も入れん。光の義勇ありがとう。北の方にモンスターが住む洞窟があるみたい。あ、これかな。ヤシの洞窟の場所が明らかになった。ここまだ開拓状態だから全然何も進んでないんだよね、多分。発展が、詩人がいないな。なんといっても自分の土地が持てるからね。危ない生き物は多いが頑張れるよ。本当、なんか危ない生き物が多いんだったらさ、自分の土地いらないやってなっちゃうけど、ごめん、ガクついたわ。息子がいなくなってしまったんです。え、モンスターに食べられてしまったのでしょうか。遠くに行ってはいけないって言ってたんですけど泣いちゃった。来た、開拓村の誘拐事件。ヤシ村の子供がいなくなった。北の、村の北にモンスターの住む洞窟があるでしょうか。で開業されると食べられたのかと思っちゃう。しまった。ジュエル4500に所持金2万7000トンで13。いいですね。でね、なるべく敵シンボルを避ける感じで本当に行きたい。仲間がみんな目見えなくていいよね誰一人避けれるわけなかろう。最悪逃げるわ。で、ちょっと慣れるまではゆっくり歩くね。こんな感じでゆっくり歩く。もう無理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 。急げ急げ。なあ、でこれでやるしかないだろ、エルマン。エルマンのいいところなんだけど、戦うんですか。LP がすごい高いみたいで、18だね。逃げる要因にもってこいだと思うんだよね。あら、魔術師、あー逃げるね。魔術師も防御弱いかなってことこれで逃げられます。チェインしないで、チェインしないで、チェインしないで、お願いお願い。チェインはしなかった。これでさ、退却ってL やなかったっけ。あれ、なんかポンとボタンを押したら簡単に退却できるやつ、何やったっけ。それってあれか、ロマサガか、ロマサガ3か。まあいいや。とにかくシナリオ進行度をなるべく上げないこと、それが大事で、多くないかなだよ。だこれ上手い人は本当にね、すごく上手に避けていくんだけど、来ないで来ないで来ないで。え、これって何、
あ、最悪、やっちゃった。やっちゃった。これ大丈夫かな。まあ、いや、あ、てか技が全然ない。技がないし、装備品の変更忘れてた。しまったしまった。あ、術師いいじゃん、こいつ。あ、よかったね。敵が弱い。このモブは最上盤だけお願いするか。設定でショートカット設定しないと L 無理そう。設定開いてみようか。ただ、この後モンスターが確かいて、ちょっとほとぼりが冷めるまで。これ倒さなあかんな。でスライムには術だね。魔術師頑張ってそうだ、別に強いから関係ないよ、スライムがどうこうとか。魔術師テンション高い。なんかおい、これは逃げます。よし、これで我々が捨てた踊り子かもしれない今のは必須戦闘で、それでコンフィグキャラクターの切り替えルアルめっちゃシンプルやな。あ、っていうかなんだ、ワールドマップここでさ、あの X にしておけばよかったの。でももうなんかミンサが Y っていうのが刷り込まれてるから、これこのままいこう。でページ送り Z ある。ウェルカムメッセージがある。全然この辺見てなかった。あ、待てよ。バトル時 L 操作逃げる。あ、バトルに入ってから L か。で、煙玉袋を得てからはおそらく、ちょっと待ってね。あんまり当たるといかんから、まめにセーブをしていき、チェーンしまくっちゃったらリセットする感じでいこう。一回モンスターランクから逃げるな大丈夫、最終的にはめちゃくちゃ上がる。ちょっと待ってねチェインしないでね。よし、これを最初のうちから逃げておかないと。まあおそらくなんだけど、マリーンのイベントしかり、その他もろもろしかり、取り逃しがものすごく多く発生しちゃう。もう一回のチェインすらしまったなって思ってる。で、どんどんあの、エルマンの生命力を削りながら逃げていく。地図編をね、あの、配信でやってなくて裏でいろいろやってた時も、もう恐ろしいほど逃げてきた。で、最後の最後で調整のために、ゴリゴリ戦ってモンスターランクをマックスまで引き上げてみたいな。引き上げるには引き上げるんだよ。こっちじゃない、いやこっちじゃないけど、ひょっとしたら宝があるのかも。ないない、いやあるのかもしれない。あった。まあ、うん、くそこれぐらい戦いたいんだけどな。まあ、ちょっともう逃げるしかない。デルマンが死ぬ前に本当にここから出ないと。真の死を遂げる前に。ちなみに、あ、まだ。忍耐はまだか。ごめんね、慣れるまでは2倍速にすらしないからよろしくお願いします。忍耐の時間になったらどうするの？一応続けはする、続けはするけど、しまった
何か面白い情報があったら教えてほしい。本当にあくまでこれはゆるーくやってるだけだから。もうそろそろね、ミンサガをやらないと。3周目なんか黙ってやっちゃおうかなって思ってたぐらいだったから。防御出る。防御認定と以外のソフトがだいぶメインできそう。アーカイブ残るなら書きにくそう。あ、全然個人的には全く構わないというか、まあ自分の見てる配信が特殊なのかもしれんけど、割とね、何でもざっくばらにあちこちこちこち話しながらやってるから、別ゲーのことも。おや？この状況である。遊んでない？この子供は喋ってる。リニオス様に捧げるのだ。近づくな。忍耐後にここで忍耐ミラーするのは賢そう。こいつミニオンか。まあ弱い弱いよ。はい、魔術師がガンガン成長していくわ。ヒギャーそいつは違うだろう。どういう移動の仕方。助けに来てくれたんだね。どう見ても遊んでたように見える。さ、村へ帰ろう。帰ろう。これ自動で行く。やったー。やし、あー、ミニオン様とかに捧げるつもりだったようだ。ジュエルは？ジュエル。金は？どうもありがとうございました。や言い方、たったの200金ポーチゲット。230ジュエルゲット言い草ね、本当に。ありがとう。どういたしまして。走ってたわ。よし、これでシナリオ進行度1増えちゃったギユー君のコメント。ギユー君に声をかけないの。ね、いい返事ね。聞くは一時の恥。それじゃ、何が知り。なんかニューの出方がなんかこんな風だったっけ。仲間、今発生したのが仲間ってやつと、基本的なことの。いろんな人を仲間にしたいと、もっとお金が欲しい。項目別だと思うしかない。そうね。あ、で、これで、まだだいぶ先、今回の配信にはおそらく関係ないけど、中盤になったら気をつけなきゃいけないことがあって、皇帝の奇病を、前回勝手に治っちゃったじゃん。それをね、手動で治したいのね。あ、妖精の森がもういつも治せないですね。そうそうそう、勝手に治りやがるやつ。それが一番シナリオ進行度がシビアで、すっごい気をつけてないといけない。薬草や鉱石の秘密かな。薬草や鉱石の秘密になったら、もしそれが発生したら、もう即刻皇帝の奇病に移らないといけませんっていう。でさ、詩人は
名乗り上がるやつ、お前バーバラか。詩人いなくなっちゃった、どうしよう。お口には得体の知れないモンスターも多いそうだ。いやそうやけど、じゃあもうちょっと一回馬車でニューロード走るか。他にこれって新しく湧いたっけ。フロンティアの奥地にはいくつかの開拓村があるの。さっきからか。もっと進めてもろて。北の方に開拓村があるよ。あ、増えた。サオキ村って言うんだよ。サオキ村が増えました。一応言っとくわ。イベント自体は多分もうちょっと先の出来事なんだけど。まだまだ未開拓の世界。だから人々はチャンスを求めてやってくるのよ。サオキ村、サオキ村。馬の主張がすごい。サオキ開拓村。これもでも序盤のイベントだったかな。なんだったっけなこれ。忘れちゃった。ちょっとジメジメしてる感じするよね。フロンティアの奥地には人々が目にしたこともない多くのモンスターが住んでいます。みんなと力を合わせてここを自分たちの国にするんだ。気合入ってる。この辺りもやっと人が住めるようになりました。この村のわずかな蓄えを守っています。そう言われるとちょっと開けられないんだ開けづらいなって言おうと思ったけど開けられないですね。それじゃ盗賊じゃん海賊です。とりあえずこれで全部終わって、ここにはもう用はないかな。でそのウエストエンドに一瞬入って馬車を拾えばいいのかな。馬車を拾って、この馬車についてあまりわかんないから、乗って、ワールドマップ行って、ニューロード走るか。あのね、イスマスとかと一緒で、ほんとモンスターがいるだけのただの場所なんだよね。これどうやって避けるの、大変そうじゃない。どうしよう。何？びっくりマークを出してこない。すごい、馬車すごい、馬車めあ、だったら速くていいや。ちょっと移動速度上げます。これぶつかったらどうなるの。クイックセーブデータ浮気します。あ、クイックセーブ忘れとった。クイックセーブもするんだけど、ちょっと普通にセーブして当たってみよう。めぼしいやつ、めぼしいやつ、ほい。滅したえ、最高じゃん。バージャー最低タルミッタ来ました。タルミッタは配信見てた人はしょっちゅう見てたかな、この風景は。ここタルミッタはクジャラートの首都だ。なぜなら湖の近くだから。みんな派手な生活を求めてエスタミルへ移り住んでいくんだ。特に若い連中がね。いいね。様はこの町の大使。かつては王宮であった。建物もいい感じだし。このトゥーマン様だけはちょっとあれなんだけど、局長もいい感じ。ちょっと煙玉袋作りたい。マラルコは世界一大きい湖だ。そう、マラルコね。ジャラートの守り神水流様が住んでおられるのだ。水流の祭りが。マリーン、そんな色味でいいよね。マリーンはそうだね、港だったらどこでも来るかな。明らかになりました。これはちょっとまあ最後の辺の調整で。何かお探し？よし、よかったよかった。これで調合。
で、これで煙玉袋が補充されましたよね。薬箱の耐久が99の煙玉袋が39、最高。できればでも LP をなるべく削っていきたいかな、エルマンの。いらっしゃいませ。この煙玉袋はね、ほんと可能であれば皇帝の奇病で使いたいな。いらっしゃいませ。お困りですか。で、LP 回復。エルマン、お前死ぬのか。エルマンの LP 管理だけ気をつけた上で、知人。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。言いにくければ私から言ってあげますよ。あれはなんだ、マスターの奥にいるやつ。はい。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。私が語る物語を聞いていきませんか。仲間同士。まだ人間がこの世に生まれて間もない頃、悪しき三柱の神がいた。デス、サルーイ、シェラハ。兄のデスは、なんかそう、その冥府の語りを出すためには、冥府の亡者を引き、この死者の王、悪しき三柱の信仰値を上げなきゃいけない。憎悪を司り、邪悪な魔物を支配する破壊の王。妹のシェラハは暗黒を司り、強力な魔力を誇る闇の女王。彼らは恐ろしいモンスターたちを率いて、神々と人間たちに戦いを挑んだ。激しい戦いだった。神々の王エロールはディスティニーストーンを作り、エロールって神々の王なんだ、ミルザに与えた。悪しき神々は敗れ、サルーインはディスティニーストーンによって封じられた。ミルザは命を落としたが、彼と宝石の物語は永遠に伝説となったのだ。その宝石を今もう一個持っちゃってんだよね。デスティニーストーンによって封じられた。あ、ジャミル、俺を連れて行ってくれ。クジャラート兵がパーティーメンバーになった。顔ちょっと違ったね。あ、一番下だ。バファル帝国兵の下がクジャラート兵だったんだ。へえ。で、あと2体モブがいると。で、ジャミルがいると。ジャミル、よろしくな。私はバーバラ、よろしくね。エスタミルに住んでたんだが、ちょいっとばかし居づらくなってな。ほとぼりを冷まし、どうしようかな。旅をしてるってわけさ。いらない。役に立ちそうだ。役には立たないな、絶対。あの選択肢が、悪意がすごい。もちろん役に立つ。捨てよう。仲間にした上で捨てる。これで。ジャミルはね、最初からレイピアを持ってて、このレイピアがさ、個人的にはだいぶ強いなと思ってるから、これをもらって、で、1ポイント600だよね。で、クジャラトヘはまあちょっと傷薬ぐらいもらっとくか。オッケーオッケー。じゃあね、あまりにも有名な伝説、あー忘れた、聞き飽きていますか。やっぱ盗賊じゃん、海賊です。仲間からお願いします、クジャラート兵。仲間からは、お願いします。じゃあどうしよう。苦戦するかな。いや大丈夫だと思う、大丈夫だから。ジャミル外しといて、仲間から外、これ以上は外せません。語る物語、まだあんの。聞いていきませんか。
聞いてく。おいはぎをなりわいとして全然一曲いかがですかって言われ三の罪を重ねた男がおりました。道があればもっと安全に旅ができる。男は罪滅ぼしのために世界に道を作ることにしました。ただいま選択肢の言い方おかえり言い方が悲惨です。サルーインとの戦いの以前結構独特なねセリフが多いんだ。道があったのだと言われています。男はジェロメシという男が街からレンガを一つまた一つと並べていきました。20年間男はレンガを並べ続け、そして死にました。しかし男が死ぬ頃には大勢の人が男を手伝うようになっていました。道はノースポイントからエスタミルまで、そしてさらにエスタミルからなんか万里の長城的な感じで道を作ったんだね。道はいつしかニューロードと呼ばれるようになりました。さっき通ってきたニューロードです。馬車によって魔物をぶち殺すことができるニューロード。ほらレンガを積むんだよ肉体労働苦手だな。道があればもっと安全に、でもね馬車があればもっと安全に、さらに安全に旅できると思う。そんな感じで結構ね神話、独自の神話が多くっていいと思います。で速度を戻して、この人海賊いける？海賊の訓練できない。クラスがいろいろあるんだけど、このクラスいろんなクラスを名乗ることが、まあ、ジョブチェンジだね。ジョブチェンジができて、で例えば前回2週目のシフ編ではゲラハがクジャラート闘士になってたかな、多分クジャラート闘士をやったりとかもしていました。で今バーバラさんはジョブが海賊なんで、海賊のレベルを上げていきたいんだけど、この土地では海賊の修練はできないと。どこだったかな、まあまあ大体あれだ、ゲラハとか、ゲラハとかホークとかいそうな場所が多分修練できるんだろうな。ある時は海賊、またある時はもう旅芸人を忘れてしまった。あとはこれ引き継ぎデータだから単品で修練もできるね。罠解除ぐらいやっとくか。薬草の採取もしたいけど、エルマン薬草積まない？もしよかったら。あとこれで煙玉袋補充できるんでしょ？サーチスキルと発掘スキルを今やったか。ない、なんでない。あるか、サーチスキルか。踊り子旅芸人海賊盗賊ニュー海賊は陸に上がると盗賊に多分違う、エルマンのサーチスキルをセットして、まあ3ぐらいあればいいのかな。で、サーチスキルと発掘スキルやったっけ。これやったことないわ。薬草をどうやったらそうやって発掘できるんだろう、ちょっとあんまりわかんないけど。でバーバラさんのあれ、さっきのあれなんだっけ、罠解除、マニピュレーションのスキルがいるわけね。マニピュレーション、これね、もう罠も開けられる海賊の出来上がり。ワンピース的に言うと山賊。もうすごいよ、これは完全に。ジュエルやばい、ジュエルが思ったより減っていく可能性がある。これによって我ら、まあ、我らっていうか、スキルかな。あ、エルマン旅称なんだ。へえ。どこで見れるんだっけ？あ、これだ。マップアビリティだ。マップアビリティで、いろいろサーチできるように。あれ、いつの間に、薬草サーチプラス5。薬草採取プラス5。薬草サーチと薬草採取をセットしておき、
で罠解除をセットしておき、あとは多分ジャンプとクライミングにしたいな。我ら海賊一人しかいなかった海賊。よし、ちょっとだいぶ思い出してきたぞ動きを。でこの辺は装備品売り場なんだけど、クジャラーという意味が今んとこまあいらんかな。引き継ぎしてあるし、てか装備してないわ。いらっしゃい。でこの辺の術を買ってしまうと、ひょっとしたら、目指しているっていう、冥府の語りを引き出すことができなくなるといけないから、あのね、術を買うとか神殿で術を買うとかか知らんけど、どっちか分からんけど、その対応した術を買っちゃうとね、各神様の信仰値が上がっちゃうんだよね。で上がってはいけない。我らは雑草狩り雑草を狩っていきます。さて、いよいよ装備しますか。一緒だよね、一緒だよね。あ、これ強いわ。これと、あとは能力値がシンプルに上がっていくようにコンボを。でもバーバラ強いもんな。まあいいや。で、あとこの煙玉袋を装備しないと。薬箱も装備しておくか。我らは進行しない雑草界に聞こえた神様何種類くらいいるの？え、どれくらいいたっけこれ。どれくらいだったっけ。掛け持ち不可ですか。あ、一応ね、推しを複数持つこともできる。できるよ。体術でいい気がするな。とりあえずね、悪い神様が3匹いて、でそれであの、いい神様もいくつかいる。かなりあの、やおよろず感がある。でいろんなとこにね、神殿がある。この町にはないかもしんないけど。君は本当に剣なのか？優しい神様ね。まあ、いいか、まあ、剣も置いとくか。で、アーマーの装備を。バーバラさんも当たり前だけど服を着てます。服を着てて、これは魔獣の牙をつけてる。ショック耐性。これは聖堂をつけてる。なんかいろいろ分からんけどやってみたんやろうな。補強をしてるね。ショック耐性をちょっとつけておくか。剣に見えて鎌ってこともあるよね片手装備をしてるときはガードをつけてもちゃんと発動するのかな。体力バイタリティがアップ。創造神マルダーってのがいる。マルダーがいる。これは特に何かがアップするとかはないけど、極めて扱いやすく強度も高い小型盾。体力上げとくか。やめとくわ。体力すでにすごく高いわ。頭。暗闇耐性。改造負荷。暗闇耐性、水術耐性。暗闇水術。手。呪い耐性。水術耐性。呪い耐性。死ぬほど耐性つきます今から。で土の術もつけていくか。土術耐性。何も効かんくないこのバーバラ。強っ。でアメジストつけちゃおうか。アメジストつけて
ほんで精神体制、体制だらけ。知力はね、いらないかな。愛、魅力、まあ、サンゴの指輪ぐらいつけておくか。と今こんな感じ。いろいろ装備をしたことによって右側のステータスが、まあ、腕力、体力、もう体力すごいんだけど、器用さ、素早さ、知力、精神、愛、魅力、重量は29と。で、耐性が尋常じゃなくついた。耐性が尋常じゃなくついております。で、うちのエルマンさんどうしましょうね。エルマンさんも当分戦ってもらうんで、ライフ攻撃耐性いいね。逃げなきゃいけないからね、 LP をなるべく削りたくないから、武神の鎧、マルダーの盾、転生した人みたいな耐性力。なぜなら転生してるんだよね。あの待てよ、スマートエル、エルマンも実はそうなんだけどさ、1周目2周目までの間に仲間にしてるから、この人たち、まあ、エルマンは使わずにパッて外しただけなんだけど、そうするとさ、早い段階で仲間にしておけばクリアまでの間に裏で成長してくれるから、少しずつそれでね成長させたっていうのがある。レザーブーツ、あ、レザーブーツでいいでしょ。確かエルマンって足がすごい遅いんじゃなかったっけ。素早さ、素早さ15、すんごい遅い。耐性は暗闇耐性、ライフ攻撃耐性できた。でスキルがこいつは使ってないから、そもそもひらめいてすらいないから、まあこれでしゃあないでしょうと。でバーバラさんは使ったかな、使ってない。あ、バーバラも裏成長だけさせたのかな。全然技がないね。まあいっか、エルマンにノロマって言ってやるなよあれあの事実です。クソノロマだったできたできた。じゃあね、どうにかしてちょっとメルビルに行こっか。もう行けるのかな。バーバラは一体どこまでのマップを持ってるんだろう。相当持ってるって聞いたんだけど、ローザリアか、ローザリアか。意外とバファル帝国に行けないんだ。まあ、いいや。じゃあクリスタルシティ行きますか。行けるっけ。あ、行けるね。 OK。 仲間を集めて、仲間がいろんな世界中の行き先を知ってるから、特に地理に強い仲間を集めたいところ。ここはローザリア王国の首都クリスタルシティです。はい、大都市だね。町の南にある美しい湖がクリスタルレイクよ。この町の名は、ナビ役を探すという意味ですね。そう、マップ開放をねいっぱいしないといけない。ロマサガ3と違うのは、ロマサガ3は主に船でどっか行ったりとか、あと街中にいる適当なモブと話しかけることによって明らかになったりするんだけど、いらっしゃいませ。このミンサガはむしろその主人公たちが結構いろんな道を知ってるから、あ、この人ね、こっちの品を見せて、そっちの品を見せて、あっちの品を見せて、もういいです。いらっしゃいませ。ここなんか改造した気がする。覚えとこう。クリスタルシティでは武器の改造をするかもしれない。忘れるけど、こんなにやさんだっけ。
ああ、この辺は適当になんかいろいろ売ってる場所ね。ガーディアンリングって何？あ、プロテクトリングを2つ重ねたもの、状態上にも強い。持ってたっけ？忘れちゃった。ジュエルリング高くない？シルバースネークも。え？改造負荷。ジュエルリングは知力が上がって、炎、霊気、雷、エネルギーに強い。買っちゃ、か、買う、買う、これ買う、欲しい、欲しいもん。16,868 金になったけど大丈夫だと思う。何かお探し？今回はね、基地に進めていこうって思ったんだけど、ちょっと買っちゃったな。それでちょっとパブに行こう。その前に、ここは海賊を修練できないね。あ、でもマップアビリティだけ。あ、ジャンプ、クライミングがある、覚えましょう。バーバラでいいのか。まあ一人で全部できた方がいいか。限界ってあんのかな。で、今のはサバイバルスキル。これ海賊は秘伝要員だったか、分かりやすそう。秘伝技だよねこれ。これでマップアビリティでこれをつけておかないと、あの、なんか都前火山とか行けないからね。埋まっちゃった。パブ、あ、シフだ、シフいる。私はシフ、バルハル族だよ。あ、この辺りには信頼して力を貸せる骨のある戦士はいないみたいだね。ここにいるぜ、目の前にいるぞ。相手にしてもしょうがない。頼もしいね、気に入ったよ。一緒に旅しないかい。でかい女同士、よろしくな。よろしくな。これでよし、ヨモビルの場所が明らかになった。ミルザブールの場所が明らかになった。オイゲンシュタットの場所が明らかになった。めちゃくちゃいいね。雪原の場所が明らかになった。ガトの村の場所が明らかになった。スカブさんを知ってるか。あ、スカブさんか、この人。カラム山脈の高く険しい山だ。そこには巨大な鳥の王が住んでいる。家畜でも人でも食っちまうという恐ろしい鳥だ。なんとその巣に行って羽を持ち帰ったどえらい勇者がいる。それも二人だけだ。先々代の国王、偉大なカール一世。あ、二人って誰だっけって思ったら、ブラックプリンス、ナイトハルト。あ、上書きされちゃった。もう一人いたんだね、ナイトハルト以外に。スカーブさんの場所が明らかになった。勇気の証が追加されました。後でやりましょう。羽取ってくるっていうお仕事で、そのためにジャンプだか何かが必要だから、今覚えた。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。いや、そうじゃないのよ。私が語る物語を。物語聞きます。ませんか。バファル帝国が全盛期にあった頃。あ、この話か。エリア4世は若い女性だけの舞台。これ休憩タイムだからアメジスト変えそう。警護させていました。ローザ・ライマンは長年その隊長として皇帝を守ってきましたが、30を過ぎて隊を離れることになりました。皇帝は戯れにローザの着替えを覗き見しました。他の娘たちの美しい肌と違い、これあれだよね、1周目だっけ、2周目だっけ、なんかあの話聞いてる間に浅い傷とまったりしてたら、数の傷が刻まれていました。皇帝はコメランズの皆さんからひどい話だなみたいな風にいろいろ書かれてて、で振り返って見てみたら、あ、ひどい話だわってなったやつだ。皇帝はローザに
領地を与えようとしましたが、ローザが望んだのはまだ帝国の領土ではなかったクリスタルレイクでした。皇帝はローザの意気に感じて、ディスティニーストーン、水のアクアマリンを花向けに与えました。で、結局アクアマリンは、アクアマリンってまだ実は取ってみたことなくって、まあ、今回もちょっとね、諸事情により取らないんだけど、なんでそのてか、まあもういない人だよね、多分もう死んじゃった人なんだけど、水のアクアマリンは一体どこへ行ったのか。とりあえずアメジストなら持ってます。でシフ強いね。さすが我らがシフ。大したものは持ってないので、このまま解雇しようかな。ちょっと出入りする。ひょっとしてひょっとしてひょっとすると、ここにあのアルベルトが湧くかもしんないから。前いたもんね、確かここに、この狭い場所に。多分この出入りで湧くときは湧くんだけど、ないな。いるとしたら多分この辺。ただ、シフが今この辺、ここにいたから、ひょっとしたら手前にもいるのかもしれない。いないな。ちなみに今回アルベルトは連れていかないから、いても、別にいいんだけど、ちょっとマップ知ってるかなと思って。いやでも、あの貴族の坊主は知らなそうだな、あんまり。なに、あと3回やろ。1、2、いらっしゃらなかった。ってことはまだイスマス城にこもってるのかな。出ちゃった。まあ いや、ちょっとシフ連れてっか。じゃあ特にいなくてもいいけど、これでここは一旦出るとして、アルツールヨービル、アルツールヨービル、ちょっとヨービル行こう。この曲が全然関係なくて申し訳ないんだけど、なんとなく聴くたびにテイルズウィーバーを思い出すんだよね。なんか自分の中でリンクしちゃってるんだよ。仲間から外したい人、一曲いかがですか。あ、ここは一曲なんだ、お願い。何かいる。こいつはもう仲間にしたかな。ちょっと見てみよう。私の術を見てみない？サービスするわよ。入れた気がするな。術師がパーティーメンバーになった。外します。これ出入りいらんかったかな。仲間から外したい。さらば。仲間から外したい人がいるんじゃ。一曲いかがですか。お願いします。あ、これか。それでこの辺は特に用はないから、マップだけ。あ、またまたまた。クラスの修練だけ見よう。旅芸人じゃないんだよな。旅芸人はもう捨てたんだよ。
海賊になりたい。海賊を強くしたい。ここはダメだ。帰りましょう。次はアルツール、隣のアルツール行って、やめるか。この町で商品を売りさばいてエスタミルへ戻るか、クリスタルシティまで行くか。はあ、悩むところだね。馬車がないから仕方。あ、そういや馬車どこに置いたっけ。ヨービルからの荷がなかなか届かないんだ。イナーシーが荒れて船が遅れるなんてことはありえないからね。イライラするよ。この人なんか話が進行したら別のこと言ってた気がする。いらっしゃい。この人だったっけな、どっちか忘れた。ここもダメだな。ここも海賊は極められない。武器屋にすごい武器が売ってるらしいね。あ、宝石みたいな値段だって言うじゃないか。どうして武器がそんなに高いんだい。アイスソードが、ローザリア人がエスタミルに入る時の検査が厳しくなったって話だ。はあ、参るね参るね。ここのパブには何かいるかな。ジャミルがまたいるのと、頭がなんかすごい感じの人がいる。モンスター退治なら私も連れて行って。誰だったっけこれ。兵士 A か。兵士 A はいるんだよ。つまんね。あ、出ちゃった。仲間から外したい人がいる。外したい。兵士 A を消して、で、もういない。結局いか。あなたと旅をすればいい。そうです。ご一緒させていただきます。詩人がバトルモードになった。で、あの選択肢の有無なくちょっと勝手に入ってきて、こんなにいると困るんだよな。まあ詩人さんいつも外れちゃうから、また当分使うかとなると。詩人？あら、あの子はいないの？あ、これはシェリルか。やめたよ。どこへ行ったんだろうな。バーバラにも記憶が引き継がれた。あの詩人消えちゃって、ここもう一回出ないとダメか。どうしような。じゃあね、北エスタミル行くか。エスタミルでパブ入って、こっちだっけ？あれ？こっちか。あ、外れちゃった。外れて、なんかいっぱいいるな。私の技を見てみないかい？サービスするよ。なにこれ？闘士？あ、闘士？闘士いたか。え、兵士 A の下は兵士 B だと思うんだけどさ。兵士 B、 あとバルハル族戦士の下がわからんな。何なんだろう、何戦士なんだろう。それでそこに、イニシエのエスタミル王国の時代、西からやってきたヴァンパイアがこの町を恐怖のどん底に落とし、ミリアムか、ミリアムがいる。それを救ったのがアムトの神官アグネス様と聖杯だよ。これってミイラの人じゃない？エスタミルがクジャラートに占領された時、町中に突然クジャラートに現れたというね。絶対あの入り口付近にいるやつミイラのやつだと思う。魔法でも使ったのかね。ちょっと一回無視しよう。ミリアム、術を使わせたらちょっとしたもんよ。どう？仲間にしてみない？してみます。私はバーバラ。
よろしくね。マプマプマプ。ありがとう。ちょっと退屈してたのよ。マップゼロ。主人公じゃないとダメ。頭から外したい人がいるんじゃないですか。言いにくければ私から言ってあげますよ。お願いします投資。仲間からお願いします。ミリアム。仲間から外、あとは大丈夫。ミイラは無視して、これなんだっけ。ここは赤い月の神、愛の女神アムトの神殿。アムトの神殿。最近ウハンジ様がよく神殿にいらっしゃる。アムト神への信仰に目覚めたのだろうか。これでイベントは発生しないのか。おいお前、もう人としてじゃなくマップとしてしか見えてないの怖い。ローザリア人か知らないんだよな。バーバラがどうなのか。ローザリアが戦の準備をしているという噂があるのだ。そうなのか。ここもやっぱりマップ出ししか、要は多分エスタミルを治めているのはハンジ様、ないんじゃないかな。クジャラートのリーよ。リーっていうのはクジャラートで一番偉い人のこと。まあ王様みたいなものね。船でどっか行くのもありだな。船で適当に旅をするもよし。あ、ここ地下水道だ。ダメだ。エスタミルは100年ほど前にクジャラートに占領された。それ以来ここはクジャラートの首都だよ。ここだと南にしか行けないんだよね。めちゃくちゃ行きたくないけど、南エスタミル行くか。せっかくだから。南エスタミル行きの船だが乗るかい？よし。最近奴隷商人が幅を利かせている。神様はなぜああいう連中を罰しないんだ。こうなんだっけ。いらっしゃい。ああ、術はダメだ。術はダメ。で、ここはいろんなやつが走ってくるから逃げて。よし。逃げて、あ、ここあれだ、ウハンジのやつだ。ちょっと仲間から外したい人がいるんじゃないですか。イベントやる。仲間から外、一曲いかがですか。いいな。一杯飲んでく。あんた仕事やる気はないかい。ちょっとやばい仕事なんだけど。やばい仕事大好き。それじゃあそこのお客さんと話してみて。このお客さんかな。やるやる。クジャラートのリーであるファンジ様が若い娘を集めて遊びほうけているというのだ。その娘たちのいる場所を探し出してほしい。依頼人は奥方様。褒美はたんまりだ。帯はたんまりだって。ウハンジの秘密が発生した。クジャラートの首長ウハンジが集めた娘たちの居場所を探せ。子供から手がかりを得る。あー、これあのクソガキにぶつからなきゃいけないので、はい。腹減ってんだ。腹が何も食べてねえんだ。何も焼肉でも食うか。直から奴隷商人のところに忍び込めるよ。ということで、地下から忍び込めるんだけど、これ確か南の地下じゃなくて北の地下だよね。北に行かないといけないと思うから、どうやって行くんだっけ。船船。ちょっと待ってね、動きが激しくなるから。速度落として。乗って、ここは別に逆に早くてもいいや。
て、ここだっけ、地下って言ってたけど、なんか神殿の右になんかあったような気がするんだけどな。地下神殿かな。あ、なんか右あるわ、あるある、あったあった。新顔か、通っていいぞ。ムハンジの秘密の部屋を発見した。働かなくても美味しいものが食べられるいいところよ。でももう嫌、毎日ひもじいのも嫌だけど、やっぱり自由でいたいの。お家に帰りたい。あんたも捕まったのか。アイシャ、ごめん飛ばしちゃった。タダル族なんだ。こっちこそよろしくね。なんとか一緒に逃げ出そう。ありがとう。一人ぼっちで心細かったの。これあれなんだよね、クローディア編の時はもうこの時に確か仲間がいっぱいになっちゃってて入らなかったんじゃないかな。まあでもアイシャもね、ムキムキになってるから、ムキムキのアイシャが仲間に一番強いんだけど、心細かったアイシャが一番強い状態になって、でこれがあたいファラ、借金の方に無理やり奴隷商人に連れてこられたんだ。あんたは？私はバーバラ。きっとジャミルが助けに来てくれるよ。あいつならきっとね。ジャミルね、さっき2カ所のパブで見かけた。え、そんなんじゃないけどさ、また連れてこられたみたいね。あ、来た来た。懐かしいこのイベント。ファラ、ジャミル。懐かしいよね。な、何その格好。笑うなよ。女に化けてまで助けに来てやったんだぞ。笑い方。きっと来てくれると思ってたよ。ありがとう。とにかくずらかろうぜ。さあ、あんたも一緒に。なんだ貴様は、伏せ物を捕らえよ。なんでバレたんだろう。まだちょっと助走してるっていうか、あれ、さっき解雇した魔術師の方なんですけど敵が、あ、ん、ジャミルもいる。ジャミル解雇したのに、あやたまが助走して助けに来たら白飯はもっと笑うよ。あるいはめちゃくちゃ引く可能性もある。オイラに任せとけって。あ、そうだね、あのジャミルの武器奪っちゃったからパンチしかない、パンチしかないけど、別にあのこの辺の技があるから、技ちゃんと覚えたまんまだね、前回の。この子たちを誘拐した張本人だね。許さないよ。わしが悪かった。許してくれ。まあ許してやるか、黙って親指を下に向けるここはちょっとね、下を押したらウハンジがあの最後の辺のサルイン戦前のカットインとかどうなるんだろうって気にはなるけど、一応あのなるべく多くのイベントを拾いたいから今回助けるわ。無犯事を許してやった、依頼人へ報告しよう。世話になったね、ありがとうよ。ああ、おかんか。あ、しまった。これおかんに最初に話してたら何かもらえるのかな。助けてくれてありがとう。あ、こっちでもらったわ。助けてくれてありがとう。え、仲間にしたいんだけど。
ょっと一瞬一時ファラオ使いたいんだよね。さてと俺はどうしようかな。たったの260ルポッチ。一緒に冒険しよう。んでもうこれで2回目なんだけど加えたの。一回出るか。一回出てもう一回入ったら、あ、外にいる、外にいる、今外にいた。やあバラ、進行度進めるときつくないっけ。ケーキはどう。これは多分、ありがとう。おー、そうなの。なんで、なんで2人とも外に出ちゃったの。おっと、もうちょっと進める必要があるのか。今ね進行度が本当に最低限、チェインしちゃった2回のせいで伸びたけど、で多分進行度は10回、まあ、未満だと思うけどぐらい戦闘すると1上がるかな、メモリが。でね、あ、違うのよ、あのね、そうじゃなくって今たまたま「ウハンジの秘密」をやったけど、そうじゃなくてメルビルに行きたいんだけど、ちょっと行き方がまあまあ発狂しないといかん。あれ、ママ何で発狂したっけ。なんか発狂したよね。そういえばそうだった、そういえばそうだった、何だったっけ。親指をしたってあれか、地獄に落ちろ、そう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 。これ報告すればいいか。一杯飲んでく。え、一杯飲んでく。違う違う違う、あ、この人か。そうか、アムト神殿の中だったのか。 50% だか 7% だかかなり上げてる。あ、そうなんだ、そうなんだ。え、だとすると、すごいお金もらった、やった。それは嬉しい。早速奥方様に報告だ。たんまりすぎたね。これはポチって言えんわ。更新されました。依頼人に報告して報酬を受け取った。やったね。でね、ジャミルがいらんので。仲間から外したい人がいるんじゃ。違う。すまん。愛者がいらん。強いけど。ジャミルは、今後の強制戦闘のために連れて行ってもいいかな。ファラが仲間になるんだったら、ファラを入れておきたいって思ったんだけど、仲間にならんのなら、まあ、ジャミルを外す理由がないかな。これで詩人さんが入ってきちゃうとちょっと大変なので、いらん。で、今のうちに、メルビルに行きたいんだよな。メルビル、どうやって行けばいい。